ステファノ・デンスビルは、オランダ、北ホラント州、ザアンダム出身のプロサッカー選手。ポジションは DF。他に、ステファノ・デンスビルや、ステファノ・デンスビルなどの表記もある。2001年に、アヤックス・アムステルダムのユース・アカデミーに入団。2012から13シーズンにトップチームに昇格。2012年10月31日の、KNVB カップの ONS スネーク戦で、 プロデビュー。11月3日のフィテス接戦でエールディビジ初出場。2013年9月18日には UEFA チャンピオンズリーグに初出場するも FC バルセロナに0の4で敗退した。2015年1月3日、クラブブルッヘと契約。加入後先発に定着し、2015から15、2017から18、シーズンにベルギーファーストディビジョンへと、 ベルギースーパーカップ優勝を経験した。2019年7月7日、ボローニャ FC と2022年までの契約を締結したことが発表された。2021年1月7日、クラブブルッヘニシーズン終了までのレンタル遺跡が発表された。2007年から2013年にかけて、 各ユー世代のオランダ代表でプレーした。ありがとうございます。